事務所にありますこのような椅子、このような椅子ですね。このような椅子に座ってますと首、肩、背中、腰が痛くなることありませんか？で、大体このような椅子に座ってですね、パソコンをいじっている時ってこう前かがみになって顎を出してで、このような姿勢になっていたり、あと背中をこう丸めてですね、猫背になっていたりしていませんか？首、肩、腰などがですね、痛いからと整体やマッサージなどにいくら通ってもですね、このような姿勢で座っていますと、いつまで経っても首、肩、背中、腰などの痛みは取れません。そこでですね、人間工学に基づいた10万円以上もするような椅子を検討される方もいらっしゃると思いますが、そういった椅子を買う前にですね、試してみていただきたいことがあります。それはですね、ペットボトル、この500ミリリットルですね。おすすめはこの500ミリリットルです。で、できるだけここがですね、こうくぼんでないものを用意していただければと思います。このペットボトルの使い方なんですが、まずはですね、椅子にこう深く座っていただきまして、で、そしてこの腰の辺りにですね、このペットボトルを横にしてこう入れます。で、ここに背もたれにこう追っかかるだけです。こうするとですね、わかりますかね、こう自然に、理想的な背骨の形になります。で、中にはですね、こういったペットボトルが、まあ、どうしても合わないという方もいらっしゃると思います。その時にですね、おすすめなのが、こういったこうタオルですね、厚めの方がいいんじゃないかなと思います。で、このタオルをですね、まあ、バスタオルでもいいんですが、こうくる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 っと巻いていただきまして、で、これをこう腰に当ててください。こうすると、まあ、お好みの太さ、硬さで調節できますので、いいと思います。で、このやり方ですね、タオルもそうですし、このペットボトルもそうなんですが、車を運転していて、こう首、肩、背中、腰が痛くなるという方にもおすすめなので、ぜひ簡単なのでやってみてください。